これ。アガシャ、しばらく休もうぜ。この島々で何か食べられるもんが見つかるかな。腐敗物をついばむカラスも時に魔が差し、己に属さぬものを欲張って、売名者よ、教えたまえ。鈍色に支配されし者。しでかしたな、お前たち。ここにあったのは姫様のためのケーキだぞ。業務上横領罪だ。長官、私は甘いものに目がありませんから、疑われても仕方ありません。これなら正々堂々と奪ってくから、盗みなんかしないぜ。もし僕が盗み食いするなら、クリームしか食べないよ。昨日は当番じゃないので、盗んでません。長官、ご存知の通り、もし私なら、花の方を食べてましたよ。呆れた物言いだな。こいつもこいつも弁の立つ。解明者よ、見つけたか。人生は舞台、役もまたしかり、自分は役者か観客か。時に見失う。解明者よ、教えたまえ。すべての運命を書き記すもの。慌ただしいな。どこから盗んだ？でたらめ言うなよ。この光るものは偶然拾ったんだ。へえ、見せろよ。昨日姫様がなくしたやつにそっくりだな。え？でも偶然見つけたんだぞ。まさか誰かの策略か？お前を陥れようとしてか？して、はあ、またセリフが飛んじゃった。しっかりしろよ。大して多くないだろ。今回、次のセリフは。ひょっとして、お前にそれを盗まれた賊？あ、
横暴な感じでな。ひょっとしてお前にそれを盗まれたぞ。覚えた。もう一回だ。よし、じゃあ最初からやるぞ。愛名者よ、見つけたか。すべての運命を書き記すもの。飛び去った悪竜は縄文近くで休むことに。昼間なのに守衛がおらん。死を恐れたんじゃろ。悪竜が堂々とここで休んでいると、すぐに姫様一行が追いついてきた。最初に悪竜を見つけたのは最前列で道を切り開く忠実な騎士だ。なんて傲慢な悪竜だ。姫様に近づけないと私は陛下に約束した。旅立ちの時自信満々だった策士ならいい手があるかもしれない。何せどんな困難や危機も無事に乗り越えてきたらしい。無謀な者は無謀ゆえに損失を受けた。お考えの深い策士こそ知恵を持つはずだ。万全な策がないまま悪竜に挑むべきじゃない。忠実な侍従は気を抜かず、得た情報を他の者にさせ合い、悪竜が休んでいるうちにじっくり策を練りましょう。すると姫は悪竜を起こさないようそっと近づいた。策士の言はもっともね。無謀な戦いをしてはいけない。あなたが悪竜に気づいたおかげで主導権を握れるわ。もったいないお言葉です。責務を全うしただけですから。いいえ、懲罰を公平に与えるのは当然のこと。名誉を謙遜する必要はないわ。策士がついてきませんね。よろよろと歩いて何か困りごとかしら。悪竜の災いを鎮めるいい案があるそうです。良策が多すぎて迷っているのやも。しかし何を言っても慎重な策士は無言のままで冴えない表情をして。勇者様、悪竜はすぐそこ。どうか妙策をご教示ください。妙策？予想した状況とかけ離れていて策の修正に時間がかかりそうだ。かまやせん。夕方まで策を練るには十分な時間じゃろ。悪竜が喋った。たぬき寝入りで私たちが引っかかるのを待っていたのね。勇者オツはすっかり怯えて慈悲を請うように地面に突っ伏した。そしてごめんなさいとつぶやくと躊躇なく縄文へと逃げていった。姫様一行は悪竜の追悼を誓い郊外にやった。忠実な侍従が先頭で文句も言わず総称の荷物を運ぶ。自称百戦錬磨の竜殺しの総称は彼を見下すが、侍従はそれを受け流す。無数の竜を殺めてきた彼に対し私は無名の侍従、200尾くらいしかできません。石の中のこの剣は秘宝中の秘宝、選ばれし英雄にしか操れません。百戦錬磨の竜殺しの総称が剣で悪竜をどう裁くのか実に見ものです。その時村で一休みしようと悪竜が舞い降りてきた。どれどれ、黄金の夢はどこじゃろう。悪竜よ、俺の肩書きを知るならばさっさと去るがいい。使い古された決まり文句じゃの。笑ってしまう。俺は見識があるから大目に見てやる。だが気をつけろ、俺が真の力を見せた時後悔しても遅いからな。実力もないくせに大口を叩きよう。真の実力があるならば電流たるわしに見せてみよう。そこへ尊いお方も足跡をたどってやってきた。悪竜を王国から追い出すのは私の役目。尊い姫様よ、悪竜に挑む許可をくれ。幾度も戦い宝を手にしてきた俺にとっちゃお安いことだ。許します。凶暴ですからどうか気をつけて。谷に潜む毒竜を倒した時の財宝から一番貴重なのを選んできた。このマントがあれば誰にも俺が見えまい。人混みの中から奇襲されようとしてるとは思わねえだろ。強いのかと思いきや無意味な潜伏とは。しやこれは茶番か。臆病者が逃げようとしておるだけやもしれん。透明マントで隠れた彼を誰が軽眼で見つけられるのか。僕も俺の名声を怪我してくれた熟練者に恐れるものなし。立ち去るよう促したのに行為を無視するとは、さすが悪竜だ。僕の手を使わせて後
悔しても遅いぞ。何頭を絞らずとも、見せるものがあるならばさっさと見せろ。ここじゃ不便、向こうでな。悪竜は何も言わず、笑ったのか笑わないのか、ともかく彼に同意した。仕事においては休息も大事だが、怠けてばかりはいられない。愛名者よ、教えたまえ。武将で怠惰な者を。中にサボり続けた者がいる。確かに、仕事がなかなか進まない。海辺へ行った人はいる。そういえば、赤いマフラーのカラスが海辺の方へ行くのを見た。姿なのは俺たち二人だけだ。俺がサボったとでも言うのか。そうは言ってない。まあまあ、それを話し合おう。姫様に誓うが私じゃないぞ。だったら一体誰が。あいつは誰も見ていないのに俺を陥れようとしてるんだ。うん、俺は嘘をつかない。愛名者よ、見つけたか、怠惰な武将者。師団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。姫と忠実な侍従は慌てて後を追い、残された悪竜は失笑してしまった。国王と来たら散々抵抗しよると思う。なんとも愉快で腹いっぱいじゃ。忠実な侍従に逃げた策士を探させ、姫は悪竜の監視に戻った。まさか策士は口だけで役立つ策なんて出せないの？ならどうやって国の平和を守れば、奇襲で討伐できたはずが。今はあちらが英気を養って待ち伏せている。策士が逃げたせいで私の侍従も後を追っているわ。守衛のいない城の門は開け放たれて不防備の姿を晒している。遅れてきた老練な守衛は酔っていたが、足取りはしっかりしていた。主治肉林に女、平和な時代は実に良かった。裕福な家の偉い奴らは俺たち小物の苦労なんだ知る由もない。何が悪竜で作詞だ。でたらめに過ぎんさ。目も耳も衰えて、手は震えるし腰も痛い。絶対に俺の出る幕じゃないよな。若い守衛が小さな教えを受けたが、王国を守りたい気持ちは変わらなかった。姉様のためにあの悪竜を許さない。作詞は尻尾を巻いて逃げ出すし、酔っ払いの先輩も信用できない。僕しかいない。前線に立って危機に瀕した王国を救い。まさかダメだ、我慢できない。あ、逃げた。変なものを食うなと散々言ったのに、やっぱりお腹を壊して。敵はまだ終わっていないのに。
誰か代役を探さないと。え、上が逃げたぞ。火がまだ終わってないけど。あ、ここに守衛がいるぞ。彼に聞いてみようぜ。ああ、見たよ。僕はな。あら、今がチャンスじゃないか。劇団の稽古は見たことあるけど、やっぱり本物の役者じゃないし。そう、前は本物の守衛だぞ。逃げた奴は前線に立ってまで行ったのに。そんな、舞台劇を鑑賞する観客の願いを守るのも守衛の役目だろ。あ、お前の念願の出演チャンスだろ。早くこいつを連れ。この流れならこうかな。悪霊よ、僕の挑戦を受け入れろ。ははは、よいぞ。天竜たるわしに見せてみよう。激戦の幕が切られたところに忠実な自重がやっと戻ってきた。握手が見つからず、血気盛んな若者が不覚を取っていませんように。あ、一歩遅かった。姫様を守らねばならないのに。嘆いても遅い。すでに悪竜は彼に興味を持ってしまって、無謀な行動に出た守衛の夢を悪竜はいとも簡単に飲み込んだ。普段から自分の力を見極めていればこんな結果には。腹を満たすほどではないが満足できる前菜。量は寂しいが味は称賛に値す。食前の楽しみがこれほどあれば晩餐はさらに美味になるじゃろう。悪竜は皆の叫びに耳も貸さず舌鼓を打って城門から飛び去っている。